ルバってんが、そこ途中で休憩場所もあった。杖がある。だから今日ボタンで行った。じいさんばあさんたちも行くようになっちゃった。霞神社もずっと階段やんか。ここも一緒だから上にお百度参りのそろばんげなんての、結局は一番上まで行ってそろばんの玉毛なんと一回一が置いちゃう。そう、そうそう、危ないぞ。そう、参道って書いてあるんだ。5.4 キロ。
花火大会の設営って。あれをいっぱい重ねて、うん、花火大会の。いや、違う、あれやん、あそこから花火が上がるじゃないと、うん、川の真ん中から。5.6キロ。1キロ10分。6キロ。時速6.2。そっから上やな、体浮いちゃった。もう一個あるか。あの階段の前の草ぼうぼうやったんじゃないかな。なんか前の草ぼうぼうやったような気がする。6キロ。もうコンバースやで、歩きにくいち飛ばせんか。時速6.2。6.2キロ。あいつは判断されたっちゅうことは6.5ぐらいいってるせんのか。時速何キロ見て。3キロ。1キロ9分4秒。1キロ9分4秒。今はそう、痛みとか、あ、痛いとならゆっくり行けやんや。 6.5 ぐらいでしたぞ。おしっこは
ちょうど今3キロ。そこで U ターンしていい。腰押さえちゃう、あそこから渡れるから、ね、みんなもう腰が痛いとよ、今から大観望まで行かれたんだよ、まだこれもう大観望やろ、汗やこっち側から行ってから奥に通って、うん、いや、なんとかロードだ、杖立て、うん、杖立て、杖立てやろね、こっちは行ったきみんな、うん、こっちやったらなんとかロード行くわって、ファームロードだ、ああ、トイレ行ったらだいぶん違うかろう、うん、まあ、トイレよ、トイレ、あ、もういいよ、もうあと帰るだけ、6点ね、約 6.5 は出ちゃった、うん、だからもうちょっとあれして6キロぐらいでたら、いや、トイレに行く気さ、結局、うん、3キロで、うん、だから体力の問題よね、だから前回よりも体力はあるし、うん、橋を渡ればよかったね、この石橋みたいな、痛いっていうのは、あ？手術する前の左に痛かった。うん。よし、前向いていこう。
何書いてあったんかな、これ。ああ、うかいか。ああ。今来たやつやろもん。6キロやろ、うん、いや一緒か、俺らが向こうさえ回っちゃうってさ、うん、6キロ以上あるやんか。だからあそこ下やっぱ降りれるとかどっかあるかよ、分からんもん。6キロやろ。